花束をみんなにもらってね。もう私胸がいっぱいになってちょっと鼻水も出ちゃって。鼻水って、そういうことは言わなくていいのよ。まあみのりらしいけどねはい、みのりちゃん、ハンカチよ。ありがとう、しずくちゃん。本当に、すごくいいイベントになったんだね。よかったよ。おめでとう、みんな。ありがとう、カイトさん、ミク。カイトさん、あの時カイトさんに、アイドルを支える立場の人たちの気持ちを教わらなかったら、私は、ファンに手伝ってもらうことをためらったままだったと思います。だから、本当にありがとうございます。うん、僕は大したことはしてないよ。アイドル兼マネージャーとして、わかることを言っただけさ。ふふ、やっぱり頼りになるね、カイトくんは。カイトくんが来てから、私たちもとっても助かってるんだよ。そうなの？うん。リンちゃんが疲れてると、冷たいタオル持ってきてくれるし、ライブの時は、一番ぴったりの衣装を選んでくれるし、アイドルとしても、いろいろ教えてくれるんだ。そうなんだ。マネージャーさんもアイドルもできるなんて、本当にすごいわ。あはは。そんなに褒められると照れちゃうな。ちなみに、アイドルとしては、どんなことを教えてくれるの？いろいろあるけど、ああ、かっこいいだけじゃなくて、面白いパフォーマンスも教えてくれるよ。面白いパフォーマンス、それって。あはは。まあ、これまでいろいろやってきたからね。何かしら、急に親近感が湧いてきたわ。これからは私たちにもいろいろ教えてもらえたら嬉しいです。うん。よろしくね、みんな。一緒にステージを作り上げていこう。はい！やっぱりカイトさんみたいに一緒にステージを作り上げてくれる人がいるって助かるわよね。支えてもらってるって思うと安心してステージに立てるもの。そうだね。支えてくれる人がいるから、思いっきり全力が出せるんだもんね。うんうん。あ、支えてくれる人って言えば。私、この世界のみんながいてくれたから、イベントも成功させられたって思うんだ。みんながいなかったら、いきなりファンのみんなの前で歌うのも緊張したと思うし。私も、みんなに見守ってもらって、支えられてきたから、私たちはここまで来れたんだと思う。ありがとう、みんな。そうだわ。それならここで一発、感謝の気持ちを込めて、ライブをしない？いいね、愛理ちゃん。私もやりたいな。みんなにも、あのイベントの時の空気を感じてもらいたいわ。そういうこと。それじゃ僕は裏方としてみんなを見守ってようかな。曲はどうする？はいはい、私やりたい曲があります。もう考えたんだ。なになに？私たちの思いから生まれたあの曲、アイドル親衛隊です。あら、原点回帰ってことかしら。いいわね、そういうの嫌いじゃないわ。私もよ。久しぶりに思いっきり歌いましょう。うん、ここにいるみんなへの感謝を込めて歌おう。うん、みんな行くよ。アイドル親衛隊。
本当にありがとう。ここまでいろいろあったけど、新しい一歩を踏み出せたわ。どうかこれからの私たちも応援してね。僕、こういう瞬間、弱いんだよな。アイドルとファンが心を通わせてる瞬間、最高だな。ふふ、カイトくんってば、涙もろいんだから。みなみちゃん、なに、ミクちゃん。本当におめでとう。ファンと一緒にイベントを作り上げるなんて、本当にすごいよ。同じアイドルとして、これからも応援してくれるファンと一緒に、頑張っていこうね。ありがとう、ミクちゃん。もう次のイベントやりたくなってきちゃったよ。その気持ちよくわかるわ。一度やると、やみつきになっちゃうのよね。イベントって、みんなのキラキラした笑顔が見られるから、とても素敵よね。じゃあ次のイベントに向けてまた準備を進めていかなくちゃね。みのり、心の準備はいい？うん、もっともっと、もっともっともっと